アルみなさんこーズイコそれでは今回なんですけども、ダイソーが全国の PayPay ペペに対応キャンペーンと組み合わせればお得にということで、今回は PayPay ペペについてのことを含めて合計で3つ方キャンペーンのお知らせがありますので、サクッとお伝えしていこうと思います。 まず一つ目は冒頭の PayPay ペペなんですが、なんとですね、増税後の10月1日より全国のダイソーで使えるようになりました。いや、もともと一部の店舗は PayPay ペペに対応していたんですが、今度から全国で使えるということですね。ダイソー自体は僕の住む福岡県の一部店舗ではキャッシュレスに対応している店舗は結構あったんですが、PayPay ペペが全然対応してなかったんですよね。まあちなみにダイソーで PayPay ペペ決済はストアスキャンなので、お店側がお客さんのバーコードを読み取るという感じですね。ちなみに今回の ダイソーなんですけども、ペイペイでは1日だけなんですが、こちらのキャンペーンが開催されます。以前あの動画でもお伝えしました、10月5日土曜日にペイペイ感謝デーというものが開催されます。このキャンペーン自体はペイペイが対応しているお店であれば、1日だけ20%還元されるという素晴らしいキャンペーンです。なので、ダイソーでもしお買い物するなら、税込110円のものが20%還元なので、1つの商品が88円で買えちゃいます。もし計算が間違ってたらすいません。まさかの100均のもの が実質100円以下で購入できてしまうという不思議なお買い物もできてしまいますぜひこの10月5日にダイソーに行く予定がある方はぜひ活用してみるのもいいと思います 二つ目のキャンペーンなんですけども、こちらローソンと楽天ペイのコラボキャンペーンですね。ローソンで楽天ペイを使うと L チキ180円分の楽天スーパーポイントプレゼントということですね。こちらは本日の9月24日から始まっていまして、今月いっぱいの9月の30日まで開催中です。画像にも出てた通り、楽天ペイをまだ使ったことがない方限定ということなので、これまでローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ローソンスマホレジ以外でお支払いされた方は、キャンペーンの対象外と、 なってまだ楽天ペイデビューされてない方がいらっしゃいましたら、キャンペーンページでエントリーが必須となっていまして、もらえる楽天ポイントは期間限定ポイントとなっていますので、まあよくローソンを利用される方であれば試しに使ってみるのもいいのかなと思います。 最後3つ目のキャンペーンなんですけども、こちらのオムニセブンというのはご存知でしょうかまあオムニセブンっていうのはセブンアイホールディングスが提供するネットショッピングのサービスですね。まあこれが今回20%還元のキャンペーンを実施します。まあこのオムニセブンの20%還元は以前もちょくちょく開催されていまして、まあここにも出てる通り1ストアの注文で10%還元、そして2ストアの注文で20%還元ということですね。こちらは9月30日まで実施中です。まあオムニセブンにもいろんなお店がありまして、 そのストアこの出てるような感じですね。セブンネットショッピングをはじめイトーヨーカドーのネットスーパーなどいろいろあります。あとニトリとかも入ってますね。まあかなり幅広いジャンルでお買い物ができるので、それがこのキャンペーンの魅力的なところですね。ちなみにこのオムニセブンで買った商品をお近くのセブンイレブンで受け取りに設定をして支払う際に現在開催中の三井住友やみずほなどのカード関連やクイックペイでのキャンペーン20%還元と組み合わせればまあ実質30%か。 40%還元も受けることができるので、まあ、オムニセブンでお買い物をする予定がある方はぜひその方法も試してみるのもいいと思いますということで今回は奥3つ紹介しました PayPay ペイペイダイソー全国へ ローソン楽天ペイオムニセブン最大20%還元とということですね今紹介したキャンペーン以外にも今月いっぱいまでのキャンペーンも結構あるのでまあそれに関しては僕のまとめ動画を見ていただければなと思いますまあ一応下の概要欄に今回紹介した3つのキャンペーンの公式リンクそしてまとめ動画のリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました